はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。はい、罠さんがいびき書いてますね。はい、皆さん、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。えーとですね、今ね、あの、メガネちゃんいますよね。えー、増税団のメガネちゃんでございます。あの、メガネちゃんなんですけど、 これね、ヤフーニュースなんですけど、面白い記事が出てまして、あの人がね、今ね、いろんなね、そのお、お金ちゃんの、あの、裏金のね、問題ね、えー、調べますよ、調べますよって、えー、言ってますよね、あの、メガネちゃん。はい。あのー、はっきり申し上げますけど、多分、調べられません、あの方。 裏金問題、えー。あの方が調査するのは無理です。本気でやりません。はい。えー、面白いことにですね、えー、ランキングがありまして、はい。ランキングがあるんですよ。あの政治資金パーティーのランキングがございましてね。で、1位は武田さん。で、2位で、2位がなんとね、 このメガネちゃんが入っていたんですよ。お分かりになりますか調べるって言っても自分が2位なんですよ。はい。自分が2位です。政治資金パーティーの、<laughs> はい、ランキングで2位になっております。はい。えー、まあ一応収支報告は出てるんでね。はい。えー、税金納めてるかどうかは分かりませんけど、はい。えー、 一応言っときます。はい。えー、収入が約、えー、約じゃないですね。収入が1億5510万円でございます。政治資金パーティー7回分でございます。はい。7回分の政治資金パーティーの収入が約1、約じゃないですね。1億5510万円。はっきり出ておりますね。でもって、これにかかった経費なんですけど、 はい。1901万円でございます。すごい儲けてますね。で、利益がですね。1億3609万円になってます。えー、利益率87.7%ですよね。まあ、政治資金パーティーやめられないわけですよね。美味しいですよね。だって、履歴、利益率が90近く出るんですよ、これ。 すごいですね。ものすごい儲けになりますね。奥ですよ、奥。はい。え、パーティーを7回開くとね、これだけのお金がね、えー、ガッポガッポと入ってきちゃうんですよね。なんでやめられませんよね。普通に考えたら、美味しくって。ね、美味しくってやめられない止まらないなのに、 調べるとか言ってるんですよ。2位ですよ、2位。メガネちゃん2位なんですよ。ねえ。すごい矛盾だなと思いますよね。この辺つついてほしいですよね。だって、もう新聞のニュースに載ってるんですよ。はい。こういった事実がね、出てきてます。まあね。 皆さん、お分かりになりますでしょうかそれでもってね、えー、月に100万円ですね、えー、領収書いらないよ、自由になりますよっていうお金がもらえちゃうわけなんですよ。はい。これね、このお金ですね、この1億なんぼのお金。これね、 あの変な話なんですけど、税金で子育て支援とかやってるんじゃなくて、このお金つぎ込んだらいいんじゃないんでしょうか政治資金パーティーでね、儲かった分のお金、じの民産の人たちね。え全員が、はね、多分、あのー、なんていうのかな、こういったね、子育て支援に、このお金を政治資金パーティーで、えー、ね、集まったお金を全員が使ってくれたら、 あ国民の税金から徴収する必要ないんですよ。わかりますよね多分何兆円単位で、えー、この政治資金パーティーね、えー、いろんな人の利益を合わせるとそのぐらいになるはずですよね。えー、まあそのぐらいのね何て言うのかな。 えー、まあ、チャリティーの精神があってもいいですよねー。えー、全く自分の懐からは出したくないっていうのが、多分この人たちの本音だと思います。はい。えー、そういったね、えー、まあ、なんていうのかな、もう、こう言ったら失礼なのかもしれませんけど、小汚い人たちですね。はい。 小汚い人たちを我々は選んでしまってるんですよ。はい、問題ですね。で、目覚めているって言ってる人の中にもね、えー、字のみんはいいとか言ってるんですけど、全然良くないですね。はい。えー、そしてですね、えー、中にはね、えー、選挙なんてね、向こう側の制度だから行かないって言ってる人もいますけど、えー、加担していることになります。はい。加担してます。こういうことにね。 えー、もう本当に、えー、もう頭から水をかぶらないと目が覚めないんでしょうね。多分そういう人たちは。はい、えー、すごいですよ。ダーキッシーさん。はい、ダーのキッシーさん。2位です、2位。政治資金パ,パーティーでね。お金を集めた人の第2位でございます。えー、利益率90%近くいってますよ、この人。 すごいですよね。7回ですよ。7回政治資金パーティーやっただけで、利益が1億3609万円出るんですよ。純利益ですよ、純利益。経費を引いた。いやいや、すごい商売ですよね。これだからやめられないんでしょうね。えー、で、調べもしませんね。はい。でもって、 えー、反省も全くしてないんで、このね、政治資金パーティーでね、儲かったね、お金をね、えー、子育ての支援に使おうとかね、そういった考えも全くないですね。はい。で、えー、まあ、なんていうの、被災された方のためにね、これをみんなでね、地の民のみんなでね、チャリティーで寄付しよう、みたいなことも全くありませんね。はい。<laughs> まあ、 押して知るべしですよね。押して知るべしです。はい。で、こういった、ああ、非常なね、非常な無慈悲なアウト政府を我々は選んでしまっているということに、えー、早く、日本のみんながね、気がついてほしいと思っております。そういうことでございます。 それでは、あ皆さん、こちらの記事貼っておきますのでね、概要欄の方に、えー。よくよく見に行ってください。まあ、とんでもない金額がね、えー、やり取りされてます。はい。そういうことです。えー、腐り切ってます、本当にね。それでは、またごきげんよう。沖縄おばばでございました。かわいいでしょね。いびきでしょ。